お世話になります、ヒトリーでございます。ポケモン対戦をやっている人なら確実に知っておかなくてはならない超強いアイテムにこだわりスカーフというアイテムがありますよね。このアイテムを持たせると素早さを 1.5 倍にするという強すぎる効果がありますが、その代わりに同じ技しか出せなくなるというデメリットがあります。ではこのこだわりスカーフを持たせた状態でバトルで相手を1体倒しレベルアップして新しく覚える技で一度使った技、つまりこだわっている技を消したらどうなるのでしょうか。こだわっている技がないのでこだわり状態が解除されるのでしょうか。もしくは以前の動画の激鱗のように技がなくても技を使い続けるのでしょうか。それとも技の PP がなくなった時のように悪あがきを使うのでしょうか。気になりますよね。という趣旨のコメントをいただき、私はこの疑問にこだわりすぎて眠れなくなりました。多くの方もこだわり状態で眠れていないと思いますので、今回はこだわりスカーフを持たせてレベルアップし覚えた技でこだわっている技を忘れさせたらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあ今現在はですね、以前上げた激励の動画と同じような状況となっておりましたね。あの時レポートをせずに切ってたんで全く同じ状況を作れてましたね。まあ、この状況で今どうなってるかと言いますと、ポケモンを見るとオンバット27レベルがおります。次のレベルまであと42経験値で行くことができまして、28レベルで吹き飛ばしを覚えるんですね。でそしたら相手1体倒すだけでレベル上がるんで技を忘れさせられるっていう感じですね。で現在覚えてる技としましては、激鱗翼で打つ噛みつくエアカッター。激鱗は以前やったんで翼で打つとかね、他の技忘れさせようかなと思います。はい、じゃあバックからですね、こだわりスカーフちょっと調達しときましたのでここで持たせていきましょう。オンバットさんに持たせておきまして、これで準備完了ですね。はい、あとは戦闘するだけでございます。いけ突っ込め、オッケー。これでスチームのポールでどんな相手も吹き飛ばしますという全くね同じ状況でやっていきたいと思います。まあ以前の動画見てない人は何のこっちゃっていう話だと思うんですが、まあそれはごめんなさい。はい、行きましょう。モグリュウさん来まして、オンバットさんで、ぶっ潰していきましょう。こいつこだわりスカーフ持ってますので、最初何にしましょうか。エアカッターより翼で打つのがいいのかな。翼で打つでやっていきましょう。はい、翼で打っていきまして、はい、これで半分ぐらい入る。結構強いな割と。で爪尖れていく。でまた翼で打っていきましょう。はい、翼で打っていく。これであと1回で死ぬかな。また爪研いできた。どんだけ爪研ぎてんだよお前。はい、これラスト。はい、ここが重要ですよ。多分今現在他の技選ぼうとしたら、はい、噛みつくとか打ったらこだわりスカーフの効果でこの通りちゃんと打てないっていう感じで出てきますので、普通だったらこの状態ってことですからね。じゃあ行きますよ。感動の瞬間かわからないけど翼で打つ、打っていこう。いけいけ、翼です、翼で打つ攻撃。はい、バチコーンって言って倒れていきました。はい、グッドバイ。はい、オンバット28レベルになりましたと。はい、吹き飛ばしを覚えたいということでございますから、これ忘れさせるを実行しますと。これ先ほど翼で打つをね選択しておりましたので、これを忘れさせていきましょう。はい、どうなるかな。はい、ちゃんと忘れさせることはさすがにできるよね。ここでこだわってるので忘れさせることはできませんみたいなこと言われたらもうブチ切れて消してましたけど、まあそういうことはないと。はい、これでイワーク出してきますが、このままそのまま戦っていきましょう。こっからどうなんだろうマジで。はい、普通にここの場面には行きますと。それ当然そうですよね、こだわりスカーフの状態ですから。はい、じゃあこれで、あ、じゃあ普通に選べる感じじゃねこれ。いけんじゃねこれ。え、どうする。じゃあ、え、何、他のエアカッター選んでみる。あ、選べんじゃん普通に。え、マジかよ、普通にいけんじゃん。え、どういうことじゃん。こだわり状態解除できるってことじゃん。最強じゃんそんなの。え、ずるでしょそれ。え、マジか、やばいでしょ。はい、じゃあこれ激励打ってきます。あ、これ、そここれ打てないんだ、打てないんだ。エアカッターしか打てないから、エアカッター。え、マジかよ、こだわり変えられんじゃんそれ。じゃあ、じゃあこだわりを忘れちゃったってことね。そういうことか。じゃあ大したこだわりじゃないじゃんそれ。忘れちゃうようなこだわりはこだわりつわねえんだよ。うわ、やられたし、しかもマジかよ、そりゃねえわおい。でちょっとね、おまけ程度に少し検証したいと思います。さらにで、先ほどから言ってる通り別の動画で私激鱗の検証をしたんですね。激鱗って本来だったら 2,3 ターン必ず攻撃しなくちゃいけなくて、それをね先ほどのこだわりスカーフのやつと同じ要領でね、新しい技で忘れさせたら激鱗をし続けたんですね。まあ先に答え言ってしまうと、でこだわりスカーフの場合は先ほどの結果だと攻撃は続かず解除されたわけなんで、もしかしたらこれ
ワンチャンですよ。いや 0.5 チャンぐらいかなっていう感じですけど、激輪だったら続く、こだわりスカーフだったら解除される、これ足したら相殺されて、激輪ももしかしたら消せんじゃねみたいな風に思いましたんで、検証していきたいと思います。はい、じゃあまたこいつと対戦していきましょう。つかさの乱用してしまってすみません。でこっちはカメールをね先に出しておきました。なぜならば相手を激輪で多分一発で倒せないので、ここでね噛みつくでもやっといて若干ね削っておきたいと思います。噛みつくで半分ぐらいいくっしょ。オッケーオッケー。でここでポケモンで、オンバット出してですね、激輪で多分一発で倒せんで倒していきましょう。はい、激輪いきますよ。こだわりスカーフの激輪ぶちかましていけ。オッケー、倒していく。はい、28レベル吹き飛ばし忘れさせる。で激輪バイバイ。はい、そのまま戦うと。頼む来い、なんか来い、面白いこと来い、頼む来い、面白いやつ。うわ激輪やったマジかマジか、激輪やったよ。あ、しかも混乱しなかったし、こっちマジか、耐えろ。え、すげえすげえ。え、あ、もう一回やった激輪3ターン目やったし、すげえわこれ。また新たに検証結果生まれましたね。あ、死んじゃったわ。ということで検証結果、こだわりスカーフを持たせてレベルアップし、覚えた技でこだわっている技を忘れさせたらこだわりも忘れてしまうでした。これもかなり意外な結果になったのではないでしょうか。私としては悪あがきが21ちゃんぐらいあったかなと思ったんですけど、まさかのこだわり解除というね。やっぱこれはこだわりがいくらあってもこだわる対象がなくなったらこだわるもクソもねえっていう話なんでしょうね、きっと。ただ結果としては面白いですけど、映えとしてはちょっとイマイチでしたね。なのでマジ私は激おこだ。悪い。